はようございます。本日最高の一日しよっす。今から学会行ってきます。人生で初めての、ね、学会ということで、まあ正直緊張はしないんですけど、まあ準備不足の部分もあったりして、まあそういうところがちょっとね、まあ不安な点ではあるんですけど、まあとりあえずやるしかないので頑張っていこうかなと思います。今ちょうど学会が終わったんで、とりあえず2ヶ月間頑張ったんで、飯に行きたいと思います。今からメートル行ってきます。で、今日はこの後予定あるので、なるべくカバーと終わらせてやっていこうかなと思います。行ってきます。筋トレ終わりました。今日はね、12セットしかしてないんですけど、だいぶ体がね、まあ楽しくできて、ね、体もいい感じになってきたので、これからご飯に行きたいと思います。2個取れ、打ちかめと1つ。ありがとうございます。今日はね、朝のバイトがあって、そこから10時半からミーティングがあるので、ちょっと大急ぎで朝を迎えたいと思います。今日も最高の一日、ショース。バイト終わりました。今日はね、もうまだ夜ご飯食べてないんで、帰ってちょっと論文のことをやって寝ようかなと思います。